じゃあね、俺どうせチームメイトだし別にどうでも強ければ強ければ全然いいやとか思ってたんですけどね。修正されるとなると寂しいものがありますね。いや、あれは修正されてない。あれはねえよ。Please select your character.はい、それでは A 番内の方、試合の方を行います。バンピー側が FAB パシャマキン、カズキディティ、サトゥ、ジョニーシームス、マクドーナメントですねこれ。先方サトゥで、ツーピー側が、1回戦負けてしまいました。負けちゃったのかな。アインカイ、トンジャスティス、タカアンジチーム、先方タカアンジ、さあ P 回でめくってしっかり落とすチャンス、ついにダメージで回して、お浮いて、これはどうするのかな。じゃん、はい、いい強制かすって、さあかかってこいよ風神でしたが、ここはしっかり3杯重ねてね、風神も出せず勝ったのはサトゥ・ジョニー。開幕チョコプリで返して、上コイン投げて前に歩いたところ当たっていく、しっかり牽制すかしてからの下段ミスト、端に追い込んで追い返したい。おう、アンジさあ上に投げて、あーっとここはゲーム終わりそうでしたが、ここはなんとか生き延びております。さあ投げてどうしたかな、 S ディバインブレード落として、ハイソラ封じに押し込んで足払い、グビリガード、しかし FB じゃねえなんだっけこれ、あのハイソラ封じにぶっ込んで、エース上からチャンハイ落として、上コインキンバー S とキンバーアイは直送面白いだね。はい、勝ったな佐藤ジョニー。名シーンまとめ動画上がっててね、キンバーアイがあってクソ笑ったマジ、キンバーアイって言った後のんっていうね、みんなの一瞬クエスチョンマークが頭の上にね出てきてる感がね、ちゃんとマイクに入ってて面白かったです。んっつっていいってなんだよってキンバーアイやべえよな。さあ中堅出てくるのはトーンジャスティス、ミステリアス、これどうすんのこれ、ハメじゃないですかってことですね。さあ投げてマイハイ拾い、ここはバースト使っていく、ミスファイナー爆発で PK 変遷が、あージャスティスどうすんのこれ、あ、ミスター、ジャンプリー、画面端、しかし長い長い横対応のね、ジャンプ系ですね、非常に長いんで、トンカーンかな、それが俺のだ、ポン、奥さんも喜んでおりました、KPS、S、ここでバースト使って、50% あるので、なんで、あこれ欲しい、ダウン奪って2K、うん、バックストップ、ああやばい削れちゃう削れちゃう、2枚ぐらいのガードどうしようかなー、ああゲージがない。さあ第4ラウンド開幕、これダウン奪われる、非常に厳しい、どうしよう、いやどうしようこれ、 KSD じゃないかな、しっかりダメージも取ってかすって距離も離して、ジャスティスがミカエル・ソウを上吹っ飛ばしていくか、どうすんの、あ上コインあるある、俺も出そうと思って上コイン出る、さあ確認から、あーっと青キャンのじゃん、マイハイが当たらず吹っ飛ばして、さあこうなればジャスティスもしっかり気持ちよくなっていく、気持ちよくなっていくっていうのは、ね、ちょっとおかしい表現なんですけども、ちょっと言ってしまいましたね。さあまあね、苦労してるんだからね、大変戦、画面端、あ、やばい、あ、ミスファイナー出てしまって、ナイピータイク、上を見て、ジャンリー、ミカエル・ソード、ジャンケ、空振りからの、上には逃がさない、キラーどうか、位置が入れ替わっ
って非常にきつい状況、これ空中押しがねできるんであればまだまだあったんでしょうけど、うわーみたいなね。お、空中投げ、こっからワンチャンス、助け関係ない、ジャン、はい、ジャンディ画面端から中央へ、シャシャシャーから投げていくのはサトゥージョニー、ニタテ。B バンダイはどうしようか、できるのかな。 B バンダイどこやってんだっけ、負けトーナメント勝ちトーナメント。で、あ、もう、そっかそっか、そういうことか。じゃあ、ショインマッチで、さあ、投げて、上段、コインで、前蹴りから押していく。そして、勝利が当たらない距離ですが、ここは3回かからず、しっかりハイジャンプ逃げていったアインカイ。さあ、空中ダッシュとして、デス、はい、ダメージ。さあ、下ここはジャンプ。今回から非常にめくりの判定が強くなっております。あー、ダッシュ勝利。なんか聞こえたんだけど。いやさあ、デッドアングル、画面8、チャンハイスカッシュいったが、ここは立ち剣がそのままヒット、距離を取る、スタンエッジを打って、ジョニーを動かしていきたい、ジャンプディ、さあ、ここはダッシュ、ステップに合わせていく、2K から画面端、運んで立ち合い先端、非常に厳しい距離、ジョニーはゲージあるが、空対空、ジャンプエースを横から差し込んで、1本の選手はアインカイ。さあ、ダッシュ、これは足払いからチャージを重ねる、コッパン、マイピー、暴れ潰し、あーっと、ここ危ないが、沿線が中段から空中ダッシュ、ジャンプ S、K、S、D、沿線がかすって、ジャンハイともしが、さっきも見た、タッチハイがバクセの硬直だかなんだかに、お、ある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 、わかんねえ、あるかわかんねえけど、あるのか分からん。さあ、ニエスから拾って S、ハイ、レイパー、スラスト、そして中央の攻めはどっち、着地したゲーダウンはバックステップ、よっしゃC 問題大丈夫ですね、よかったよかった。さあ、タチピータイク、いやー、ノーカーは打たず、ノーゲージでタチピーはね、補正がないんでいいダメージが入りますね。さあ、遠距離戦、ミストファイナーもね、しっかり見ていないと当たってしまうとダウンを取られちゃうとね、厳しいでしょう。遠線が、そして中央、ステップ2回で距離を詰めて、ダッシュ、ここはゴーッとコイン残っていた、前ハイバックステップ、間合い調整から何を差し込むか、さあ2段目出さない、2段目出さないじゃない、2段目バックストップで回避、すごいですね、かっこいい。で、さあ、ここはステップ、一気に前を攻めてロマンキャンからタクはしっかりガードしていく、そして体力リードはジョニーなので無理をしないといけない、海側は非常に厳しい、とりあえず1回崩したら大ダメージ取って次の見えない奥攻め行きたいところ、チャンハイスカッシュはしっかりガードを見ている、お、FB セラーが先端当たって画面端、スタンエッジスタンエッジ、スラッシュを思い出すような猛攻を仕掛けたいところですが、相打ちのダメージももらえないのでここは慎重になる、しかし残りカウント非常に厳しい状況、タスピータイク、もうこれは無理だ、かっこいい勝ったのはサートゥージョニーです。もう一度チャンスをやろう、もう一度だけチャンスをやろうでした。じゃあ次は聞きます、
次は負けトーナメント勝ち上がりと、勝ち上がってるチームの試合を行いますが、どこ対どこだ？見えねえ。下か上かどっちだ。じゃああれか、ロイさんのところ。そうです。